麻雀スタジオ。最近初心者講座を説明していて、ある程度行ったら、こうどんなことを考えて売ってるのかという参考になるかなと思って、一人麻雀でこう今まで説明した役を、今までというか、ある程度進むと一応役は全部説明した状態だとは思うんですが、一人麻雀で今まで説明した役を、売ってる人の考え聞きながら見てくださいという予定ではいるんですが、ちょっとこの一人麻雀はもう私が好き勝手売ってるんで、初心者向けではない気がしますね。感覚でとか、なんかこの辺こんな手に作りたいんでみたいな説明を私するんですが、初心者向けだとこう確率で説明した方がなんかよりこうな理論付けれるというか、理屈で説明できる気がするので、なんか確率、廃効率重視の一人麻雀みたいなことが必要かなと思っちゃいました。ただせっかくいろんなことやってるんで、なんかつなげたいですね。初心者講座終わったら、なんだろう、点数計算に飛んだり一人麻雀に飛んだりと。ただちょっと一人麻雀はな、私の感覚とかそういうことが、そういう、なんだろう、納得しづらいこと、これはこうなると思う、これ引くと思うんで、なんていう説明は根拠がないので、経験上、または私のこういう手を作りたいと、こんなとこ引かなくていいと、こんな転敗するぐらいだったら脳天でいいやみたいなのは、ちょっと初心者の人にはちょっと違うなと思いまして、なんか初心者講座向け一人麻雀みたいなのが必要かなと。まあいいか、ちょっとパワー1切っちゃったんで、これもったいないんですけど、チーマンは裏目と。ちょっとトラリアン1なんで、これなんとか統一じゃなくて横に伸ばそうと思ったんですが、さすがにこう統一になると、一応メンツでの、ドラガリアン1できればリャンウーワンで使いたい、プラス自敗をちゃんとアンコまたはポンで使いたいんで、チートイはちょっと狙いたくないんですが、これもちょっと恨みましたね。チートイ全く見なかった方が、リーチ吐くか、じゃなくて自敗のシャンポンあたりに行けた気がします。ちょっとこの辺はチートイは一応見ちゃうんですよね。これも恨めてますね。ちょっと捨て牌がピンズ1メンツ、両面ターツが2つと、ちょっとあんまり裏めり方じゃない、プラス自分の手も別に進んでないと。これはもう早い順目でポンした人は多分正解かなと。これはいいでしょう。で、ちょっとチートやも、ちょっと、右向いたり左向いたり、右往左往しちゃいましたが、ここでチートやは終わりと。自敗あんこにしてリーチかけたいとこですね。リアンワンも引きたいなと。ウーソーを残してるのは、ローソーとか数ソー引いたら9ピン落としたいなと、なんかイーペーコーとか両面待ちにしたいなっていう意味で、これでもいいかな、これでもいいや。刺し子捨て牌に3個あるんで、3色狙った人もいい。これでいいか、初のみ。
2600、まあ、トンバン前提でやってるんで、2歩8歩2歩342歩50歩違反はチートイのみなんで1600。シャンポンだったらトン狙いのリーチもいいんですが、ちょっと関節層ではリーチしたくない。あ、まあこれだったらリーチありだな。ちょっとつ、あの一人麻雀でペーチャだと次のツモでラスなんですけど、あとツモが2回ぐらいやったらリーチしてもいいかなっていう感じですね。ウッパーソートン、あ、もちろんトンが場に残っていればとか、他の人からリーチかかってないとか、いろんな条件ありますけど、まあまあ一応テンパイと。ウッパーソートン、まあテンパイできたんでよかったかなと。トラ発、支配のトラの時はやっぱポン当然考えるんで、面前でちょっとこの一人麻雀は面前前提になるんで、ちょっと自敗のドラだとテンパイ難しい場合が多いです。こんな手配ちょっと初引いたことも考えて保険で本一ぐらい見ときたいですね。ちょっと本一遠くに見てるんで、なんじゃなくて1球から切りました。ただこのピンズの5号ソーズの6はまあ使えると思うんで本一にはならないかなと。あ、まあ伸びてきたら自然に任せてみます。まあ角に任せるみたいな。あ、こう引いたらちょっとあのいわゆるなんか空振りかホームランかみたいな、脳天か面本か、まあ以前もちょっと私の勝手なこう説明なんですが、本一狙うときはもう勝手に決め打ちした方が、面本ですね、面本狙うときはですね、もう風ピン統一でしたけど、もう決め打ちした方が面本上がり、ホームランが可能性が高くなります。ピンズの225599、なんか統一で裏目ってます。ちょっとドラ引いちゃったんで、まあ本一トイトイかな、ドラ使うとなると。関連番関数番なんで、なんか難しいのかなっていう感じですね。まあこのトンチュンあたりでチートにならなそうな方、もう場に切れてる方を切ったりします。あ、一応イーシャンテなんで、これちょっと名本だともう論されてもいいので、名本リーチしたいみたいな、なんだろう、点数じゃなくてこの名本を晒して上がりたいみたいな変なこだわりがありまして、もしかしたらこれ数番白9番転敗したらドラ切りリーチもするかもしれないです。まあ、場の状況によりけりですね。ピンズで一面ずらめってるんで、あ、でも結局ドラ切ってることになるのか。あ、一応
ちょっとこれなんか微妙だな。ちょっと場に初が2枚ぐらい切れてれば初切って名本転敗したいですね。晒したいですね。ちょっと場に初が1枚または勝敗だったら絶対切らないです。終盤で名本晒したいと言っても上がりたいので、ただ転敗で名本晒すのと終盤のドラ切りは釣り合わないんで、まあ吐くかな。次の順でいきなり9番切ったらもうポンでドラ短期で、ちょっとおまけでもう1枚だけ、まあ脳天ですね。脳天ちょっと初にやられたなっていう、まああれこれ考えないでいらないからポンと切っちゃう人が意外とまあいい結果に結びついたりもするので、まあ難しいとこです。万人が納得してくれる説明をするのはやっぱり難しいなと。自分がいらないと思ったらドラなんか切っちゃっていいですよっていう説明が結果構想したりする場合があるので、まあ、そこは人それぞれですね。これはピンフで C ピンちゃんとにしながらピンフにはなりそうな気配がするんで、まあ差しをまあ真ん中に寄せていくだけかな。ちょっと今回もペイドラなんで今ペイ持ってきちゃうとなんかどうすっかなって感じですね。まあこれはまあまだ絶対リーチもかかってないと思うんで、まあ差し子またはピンフに持っていければと。3ワンかな。まあでもいいや、これ攻めるっていうか上がれそうな気がしたんで、いや自敗切って進んでみます。ちょっとまあ第3ゲームにはなっ、ハクハクハツハツチュン、ちょっともう3ゲーム牌は持ってこないでほしい。ちょっと捨て牌がなんか流し漫画になっちゃってますけど、全部ほとんどつもぎりなんで、ちょっと待てや、なんか盛大に恨めてる捨て牌の見え方です。やっと手が進んだのと、まあ、ピンフになったらリーチですね。なんかまあまさかな、まあ流し漫画はちょっといや適当に積もってるんですけど、なんか1級しか積もんないな。ちょっと思った以上に有効牌引かないですね。まあかろうじてクソ転敗と。で次数層引いたりなんかしないでほしいな。もう3ピン。ピンズの1、2持ってれば一応上がりだったんですけど、この時点でピンズの下全くない状態でいいピン残す理由がないんで、まあどっちにしろ最終形こんな感じかなって感じですね。チート
まあ、自敗を大切にした人はこうこの辺重なって、本位置とかピンズの本位置あたりになって、 E ピンもなんかピンズだから残していて3ピンで上がりみたいな。あ、でもまあそれは面前前提なんで、面前だったらここ引きますけど、まあなんかポンとかしたらこの辺引いてないんで、まあ何とも言えないですね。まあ天敗だけという感じです。